ヒューストンテキサンズはアメリカが州国テキサス州ヒューストンに本拠地を置く NFL チーム AFC 南地区に所属しているホームスタジアムはエナジースタジアム2002年にエクスパンションで加入した NFL で一番新しいチームである1999年のチーム創設時から2018年に亡くなるまで創設者のボブ・マクネアが オーナーとして所有していた。ヒューストンにはかつてヒューストン・オイラーズがフランチャイズを置いていたが、1997年にテネシー州ナッシュビルに移転し、それ以来ヒューストンは NFL の空白地帯となっていた。NFL は2002年シーズンより32番目のチームを迎え入れることになり、候補地としてはトロント、ロサンゼルス、ヒューストンが挙げられた。 1999年3月16日に行われた NFL のオーナー会議で29から2の賛成多数でロサンゼルスが32番目のフランチャイズと決まったがロサンゼルスにおける新チームを目指す複数のグループの計画が進まなかったため白紙に戻され同年10月6日のオーナー会議で29から0でヒューストンが新フランチャイズとなり2004年の スーパーボール開催地となることも決定された。2000年、チームは、ワシントン・レッド・スキンズの元ゼネラルマネージャー、チャールズ・キャサリーを GM に、起用、2001年1月21日には、元カロライナ・パンサーズのヘッドコーチで、その後ジャクソン・ビル・ジャガーズのディフェンスコーディネーターを務めた、ドム・ケパーズが、初代ヘッドコーチに就任することが発表された。新チームの愛称としては、 オイラーズは、テネシータイタンズが利用しているので使うことはできず、攻防の結果、アポロズ、ボブキャッツ、スタリオンズ、トローズ、ワイルドカッターズ、テキサンズの6候補に絞られ、最終的には、テキサス州に根ざした馴染みのある名前として、ヒューストン・テキサンズとなった。これは1974年に、ヒューストンにフランチャイズを置いていた、ワールドフットボールリーグのチームと同盟である。 チーム初の公式戦は2002年9月8日にリライアントスタジアムでのダラスカウボーイズ戦であった。この試合でルーキー QB のデビットカーはビリー・ミラーへ TD パスを通し19から10で勝利した。エクスパンションチームがデビューを白帽子で飾るのは1961年のミネソタ・バイキングス以来史上にチーム目のことであった。その午後連敗した後、 ジャクソンビル・ジャガーズ戦でロード初勝利を挙げた。その後、ニューヨーク・ジャイアンツピッツバーグ・スティーラーズに勝利し4勝12敗で、シーズンを終え、プロボールにも、ゲイリー・ウォーカー、アーロン・グレンの2人が選ばれた。この年オフェンスラインが弱点となりーは76回のサックを受けた。2003年の開幕戦では、マイアミ・ドルフィンズを破り、 エクスパンションチームとしては初めて2年連続開幕戦を勝利で飾った。チームは前年より1勝しか増やせなかったがこのシーズン第38回スーパーボール出場を果たしたカロライナパンサーズへの勝利スーパーボールチャンピオンになったニューイングランドペートリオッツにもオーバータイムに持ち込む接戦を演じた。2004年開幕から3連敗したがカンザスシティチーフス オークランドレーダースに連勝、同地区のライバル、ジャクソンビル・ジャガーズ、テネシー・タイタンズから2勝を奪うなどして、勝ち星を7つまで積み上げたものの、最終週に、ここまで3勝12敗のクリーブランド・ブラウンズに14から22で敗れて、勝ち越しを逃した。この年2年目の WR ・アンドレ・ジョンソンが、プロボールに選ばれた。2005年、チームは、開幕から連敗し、 オフェンスコーディネーターのクリス・パーマーは解任された。ケーパーズヘッドコーチやキャサリー GM へのメディアやファンからの風当たりは強いものとなり、開幕から6連敗したチームはクリーブランドブラウンズから初勝利を挙げたがその後また6連敗を喫した。最終週のサンフランシスコフォーティナイナーズとの試合は、敗れたチームが NFL シーズンワースト成績となり、 翌年の NFL ドラフトで全体1位指名が期待される、USC の RB レイジー・ブッシュが指名できるとあって、ブッシュボールという陰口も叩かれた。この試合に17から20で敗れて2勝14敗でシーズンを終えた。その中で唯一の巧妙は、ルーキーのジェローム・マシスが、キックオフリターンで 2td を上げて、プロボールに選ばれたことだった。 シーズン終了後、k p パーズヘッドコーチ及び、コーチングスタッフの大部分は解雇された。キャサリー GM はしばらくチームに残ったが、ドラフト終了後にチームを去りリックスミスが公認となり、新ヘッドコーチには、デンバーブロンコスのオフェンスコーディネーターだったゲイリー、キュービアックが就任した。2006年のドラフトでは、全米のメディアは、レジー・ブッシュの指名を予想し、地元ヒューストンでは、 ローズボールで、その、ブッシュの USCE を破り全米チャンピオンになった、テキサス大学の QB ビンス・ヤングの指名を期待した。この二人のいずれが、ドラフトで指名されることになるか注目されたがチームが全体1位で指名したのは、ノースカロライナ州立大学ので、マリオ・ウィリアムズであった。リライアント・スタジアムで行われた、このドラフトでファンは失望するとともにブーイングを行った。 全米のメディアも、マイケル・ジョーダンとサム・ブーイが指名された1984年の NBA ドラフトを持ち出して、この選択はドラフト史上最悪のものではないかと報道した。ブッシュはニューオーリンズ・セインツに、ギャングはテネシー・タイタンズに入団した。この年ブッシュが加入したセインツは NFC チャンピオンシップゲームまで進出し、ギャングは最優秀攻撃選手に選ばれたのに対して、 ウィリアムズは、測定筋膜炎にかかり47タックル、4.5、サックに終わった。チームはこの年開幕から3連敗したが、テネシータイタンズ戦では、オフェンスの獲得ヤードで427対197と圧倒されたもののターンオーバーでボールを5回、奪い勝利した。また第41回スーパーボールを制した。 インディアナポリスコルツを27から24で破り10回目の対戦で初勝利を挙げた。オフェンスではキュービーカーが成長しパス成功率68.9%、バッファロービルズ戦では22回連続パス成功の記録を残した。またアンドレ・ジョンソンはリーグトップの103回のレシーブを記録し2度目のプロボールに選ばれた。また、 ドラフト二巡指名のデミーコライアンズは最優秀新人守備選手に選ばれた。2007年3月21日、アトランタファルコンズの控え q b マット勝負を獲得、元ドラフト全体一位指名選手であるカーはカロライナ・パンサーズに移った。この年チームがドラフト一巡で指名したアモビオ・コイエはドラフト史上最年少選手となった。開幕からチームは連勝し、 前年から数えると4連勝となった。しかしその後勝負が負傷して5試合欠場。アンドレ・ジョンソンも膝の負傷で7試合を欠場した。第9週のオークランドレーダース戦では、デュンタ・ロビンソンがシーズン絶望となる負傷。センターのスティーブ・マッキニーも第3週にシーズン絶望となる怪我を負った。またオフシーズンに大型契約を結んだ。 アーマングリーンはわずか260ヤードしか走れず、故障者リストに入った。こうした状況にもかかわらず、チームはホームで6勝2敗の成績を残し通算で8勝8敗、チーム史上初めて負け越さずにシーズンを終えた。アンドレ・ジョンソンは、キャリア最高の 8TD を挙げ、2年目のマリオ・ウィリアムズは、AFC トップの14サックを挙げて、チーム記録を更新。デミー・コライアンズは、 プロボールの先発選手に選ばれた。同地区の対戦成績は1勝5敗に終わり地区最下位であったが、地区外のチームに7勝3敗の成績を残した。クリス・ブラウンはマイアミドルフィンズ戦で NFL 史上初めて1試合で3本の54ヤード以上の FG を決めたキッカーとなった。二千八年第22ホームで予定されていたボルチモア・レイブンズ戦は、 ハリケーンアイクの影響で延期されたこともあり、ロードでの連戦を強いられ0勝4敗となったが、マイアミドルフィンズ戦で、フォース、ダウンゴールから勝負が残り3秒で、ティ,ディラムを決めて、劇的な勝利を収めるなど3連勝、シーズン終盤にも4連勝を果たし最終週では、プレーオフ争いを演じていた、シカゴ・ベアーズを破った。12月1日には、マンデー・ナイト・フットボールに初登場し、 新人 RB、スティーブ・スレートンが130ヤードを走りに TD を上げる活躍を見せるとともに、マリオ・ウィリアムズが3サック、アンドレ・ジョンソンも7回のキャッチで75ヤードを獲得し、1TD を上げて30から17で勝利した。スレートンはこの年ドラフトで指名された RB としては10人目で、あったが1282ヤードを入る活躍を見せた。またアンドレ・ジョンソンは、 NFL トップの115回のキャッチで1575ヤードを獲得し、マリオ・ウィリアムズ、オーウェン・ダニエルズと共にプロボールに選ばれた。この年も8勝8敗の5分でシーズンを終えた。2009年チームは5勝3敗で前半を折り返し、最終週はニューイングランド・ペイトリオッツを破り9勝7敗と初めて勝ち越ししてシーズンを終えた。 プレイオフ進出にわずかに望みをつないでいたが夜、行われたゲームで、ニューヨークジェッツが勝利し9勝7敗で、ボルチモア・レイブンズと3チームが並んだが、カンファレンス内の成績で1勝足らずワイルドカードでの出場はならなかった。この年、マット勝負は NFL 歴代6位となる4770ヤードのパスを投げ q b レーティング98.6の成績を残し、 アンドレ・ジョンソンも101回のキャッチで1569ヤードを獲得した。新人のブライアン・クッシングは最優秀新人選手に選ばれた。シーズン終了後チームはキュービアックヘッドコーチとの契約を2012年まで延長した。2010年、キュービーマット勝負がプロボールに選ばれるなど、オフェンスは好成績を残したが、ディフェンスがリーグ最下位クラスで6勝10敗と、 地区3位でシーズンを終えた。2011年、チームはディフェンスの改善を図るため、ウェイド・フィリップスをディフェンスコーディネーターに迎えた。チームは、マリオ・ウィリアムズを開幕から書き、アンドレ・ジョンソンが怪我により9試合の欠場、マット・勝負マット・ライナートが相次いでシーズン絶望となったが、アリアン・フォスター、ベンテートによる乱攻撃、 ベイド・フィリップス・ディフェンス・コーディネーターによって大幅にレベルアップした守備陣の活躍などにより初の地区優勝を果たしプレイオフ出場を果たした。2012年マリオ・ウィリアムズがフリーエージェントとなりバッファロー・ビルズへ去った。チームは開幕から5連勝を果たした。また2年目のディフェンスエンド・ &JJ ・ワットが20点をサックを挙げて最優秀守備選手に選出される。 活躍を残すなどした結果、第15週で AFC 南地区優勝を決めた。プレーオフは2回戦敗退。2013年は開幕から連勝したものの、その後14連敗し2勝14敗でシーズンを終えた。シーズン中にキュービアックヘッドコーチは解任され、その後ウェードフィリップス守備コーディネーターが暫定ヘッドコーチを務めた。公認には、 ペンシルベニア州立大学ヘッドコーチのビル・オブライエンが新ヘッドコーチに就任することとなった。2014年は開幕から4試合を3勝1敗、続く4試合で3敗したが9勝7敗でシーズンを終えた。プレーオフ出場は逃した。2015年と2016年は地区優勝を果たしたがそれぞれ初戦及び2戦目で敗退した。2017年は 地区再開となって、プレイオフ出場を逃し、GM が交代となった。このシーズン途中からデショーン・ワトソンが先発 q b となった。2018年11月23日、チームが地区周囲を走る中、チーム創設時からオーナーであったボブ・マグネアが死去し、後継は妻と息子の共同で務める。このシーズンは地区優勝を遂げたが、プレイオフ初戦で敗退した。 2019年6月、GM のブライアン・ゲインは解雇された。2019年も地区優勝を遂げ、プレーオフでは第4シードとなった。プレーオフ初戦ではバッファロー・ビルズを破った。2戦目では第2シードのカンサス・シティ・チーフスに対し、一時は24から0とリードするものの大逆転負けを喫した。シーズン後、 HC のビル・オブライエンが GM を兼任することが発表された。シーズンオフに WR のディアンドレ・ホープキンスをアリゾナ・カージナルスへ放出した。2020年10月5日、開幕から0勝4敗とつまずいたため HC 兼 GM のビル・オブライエンは解雇された。その後、GM はフットボールオペレーション部門上級副社長のジャック・イースタービーが代理としてつき、 暫定 HC はアシスタントヘッドコーチを務めていたロメオ・クレネルが担当する。クレネルは暫定ではあるが NFL 史上最高齢となる73歳でのヘッドコーチ就任となった。プレーオフは逃した。2021年1月7日、ニューイングランドペートリオッツのコーチやフロントを歴任したニック・カセリオが GM に就任した。千二十一年一月十八日、 ボルチモア・レイブンズのアシスタント HC だったデビッド・カリーが HC に就任した。2021年2月、JJ ・ワットが球団と双方合意の上対談し、アリゾナ・カージナルスに移籍した。一度対戦二度対戦ノート、勝ちイコール勝ち、負けイコール敗、運イコール引き分け。ありがとうございます。